ときこ夏篠の日ライブ50回目です。ええ。なんとやっと来ていただきましたゲストに南光一さんです。どうもこんにちは。<laughs> 今日はお世話になります。よろしくお願いいたします。私はあの、はい、60周年のパーティー終わったばっかりで、もうなんかあのそういう意味ではねあの60周年ね。それで今日はそんなこんなで、はい、一番私の歌手としての私を。 長い時間。見てくれて。長い時間見てくれている。いや、見てますよ。なっちゃって。見てましたけど。もう本当におときさんはね。どんな時もぶれないでね。いつもね。えっ、ー、と、ちょ、すごい。わかりやすく言うと、なんか。みんなの仲間。の方に立場に立ってたな。うんなね、目線がね。うん、うん、だから。 そういう目線で歌を作り、ステージを歌いながら、僕の印象はね。うん、あのー、ありましたね。うん、楽しい、<も>楽しみに。えあのね。今、なんか、あの、評論家みたいな雰囲気の。あ<ー>あ<の>、そう。立派な論評をいた。で、それで。何かことが起こると、やっぱり自分のことのように、世界の一番片隅でも、自分のことのように。あのー、自分が思っ。 でそれから発言し、それから歌を歌うっていう、うん、そのそのやっぱり姿勢がね。いやもうそれは、ね、すごいなーってって。とっても近いところにいつもね、うん、あの感じてて、前にあのヤンバのダムのことをやってた時も恒星、うん、さんゲストで来てくれたりしたのよ。<っ>相談事があると何か声かけちゃう。そうですかね。うんうん、だけど今日はねせっかくだから。うん あの私インタビューあれあなたがインタビューしてるんすあそうですはい分かりました <laughs> あなたはそういう番組を仕切る癖がついてるからい反対になっちゃうです、ね、そうあのだから今日はねあ今日あ,ありとあらゆることをね聞こうと思ってるねやったことうご節さんにそれで私はあの知らないこともいっぱいあって、はい、あなたに初めて会ったのは私結婚してからなの 結婚してからだからデビューしてもうレコード大賞仕入れととかいろいろあって、はい、にもかかわらず結婚しちゃって子供を産んでしばらく歌手を辞めていて復活した時1973年にあった。 で、その時に、あの、かぐや姫が全盛時、もう、ぶわってなってきた時で。そうですね。グさんの番組に、私は出ました。うわー、ちょっと覚えてない。 私はもうそれが最初の初対面だったからすごく覚えてるそうですかなんか山田パンダさんと伊勢正造さんの番組にそうその賑やかな番組に私はあのそれこそ出産じゃないけどあの再スタートの最初の番組だった本当ですか、うん、なんか失礼なことなかったですか失礼でしたすごく違う,<ー><そ>う <laughs> 失礼じゃないんだけど、はい、あのすごい賑やかで盛り上がってて、うん、もうさあの 初めてだったからちょっと面食らいつつああですよねあららほんと長谷川清さんとはずっと高校の彼が高校の高校の私は知り合いだったんだけど再会したわけよその番組でね長谷川清さんだからあの番組に私が出演したことはなんかすごい大きな出発点になっただからものすごくわあそれは嬉しいですねでもね 私ね今日ちょっと調べたらあなたがソロデビューしたのが70年でした、うんうん、はいそうですね一人でね一人でね、うん、でもそれって70年にあなたはもう二十歳つぎてるよねそうですね,ね、えー、だから25ぐらいえー、なんかっ中で、えー、23かそうですね二十歳のうち、ん、を大学は行って、うん、大学を 途中でデビューしてそれは一人ぼっちでやるつもりでいたわけですねいやいや違うのやっぱりねグループが好きだったのねグループ作っていたグループが好きだったからグループで歌いたかったのね「ピーターポーランドマリー」とか「キングストン・トリオ」とかんかそうやりたかったんだけどもたまたまその70年の。 ジャストの頃にまあたまたまちょ本当に一人だったでそれでもレコード会社のクラウンレコードってところが新しいポ、うんうん、あのフォークのジャンルを作りたいっていうそ、うん、あそれは面白そうだと思ってそのオーディションを受けました。そのレコード会社の人に面さ面に触れるっていうのはなんかそうフォークジャンボリンっぽいのにあちこち出てたってこと？ええー、時々出てましたけれども、うん、えっとそのフォークのオーディションっていうのがあってフォークオーディション新しい、えー まあなんかジャンルを作るもともとクラウンレコードって演歌とか通い曲のレコード会社だった、うん、そこに新しいのを作るあこれ第一期生になれるか面白いなでもあの当時やっぱり一番光が当たってたのはやっぱり東芝とかビクターとかポリドール、うん、そうクラウンはそうですよね演歌、うん、系だったのでそうですでもそこクラウンでソロで出た時の曲のタイトルが、はい「うん 最後の世界そう最後の世界ね虚しい歌そうなんですよ何この暗い <laughs> 本当ですよね想像つかないよね今の高雪さんからすると <laughs> 本当にねあの時代それを感じてたのかな、ね、もともとそういう,う,う,いう世界の終わりを見ていたんはあるかもしれないね生まれた時からなんか小学校中学校の頃からちょっとそういうところあったかもしれない物の見方がうんう っやっぱりあのぶお,お坊さんのお息子さんが「<laughs> <laughs> この世は空ですよ」みたいな全問道でしょうだって <laughs> うだあなたのお寺は総道主だからね道元全問道してたんだよ <laughs>、えー、なんかこう末っ子で生まれてはあの父は毎朝あの決まった時間に朝早くお勤めをしてポクポク誰が聞くわけじゃない朝ポンポンポン と今日を終えて、えー、その中で、えー、お線香の香りがあってで時々お葬式があったり法事があったり人の終わりを見るそういう中でねだから何気にそういうのがこうは体の中あったんですかね <laughs> だからデビュー曲が最後の世界になっちゃって <laughs> それで <laughs> あの皆さんはよくご存知かもしれませんが南こうせつさんはあの 本名だよね。字が違うんだよ。高い高い季節の季節だから高い高い何かメロディーっていうか節ですああ高節高いねそうだよねこのねあの最初にこの漢字のままデビューはしてないんでしょ漢字のままだからデビューは最初漢字のままだった最後の世界の時は漢字のまま「南なみ」「漢字のまま」ねそれでそれで分かった なんで今おときさんが笑ってるかっていうと <laughs> うあの小室仁さんが「南光節さんです」って紹介したっていうのを私知ってるんだ <laughs> あ小室さんもやっちゃったのそれよ小室仁さんが自分の番組でこのねあ,あなたのソロ,アルバソロレコードを紹介する時「南光節」と呼んだんだってあそれは初めて聞いたほかにもあったいろいろその前にデビューシングルができて、うん とあの頃ね、私、九州の田舎の生田市のはずれの村から出てきて、シングルレコードが出るっていうのはもう大事件ですよ、村の。うん、もう、すごいと。だって、シングルレコードになるってことは、あの超有名な坂本、Q ちゃんだ、あるいはもっと昔の、えー、島倉千代子、美空ひばり、プレスリーと同じ、クラウンだからね同じ番になるんですよ、僕が。そして田舎に帰って ちょうど何かの田舎で帰った時に隣町の兄の友達がいてそこはお医者さんだったんで,すでそこへ行った時におばあちゃんがいてでその時初めてそのおばあちゃんにお会いしたんですけど縁側であ「おばあちゃん今度僕こういうシングル版これであのデビューしたんだけど聴いてくれる?」ってって「差し上げますから」って言ったらおばあちゃんがもう喜んで「すごいねすごいね」って。 そして「何ていう歌なの?」ってこう見てごらんって「最後の世界」でねその横に要するに僕が歌い手だから「南高雪高い季節のとかでおばあちゃんこう見てあのさ このこう節ってどうやって歌ってもらっていいかってから「いやそれは僕の名前なんですよ」って「<laughs> ああそう!」とか言われてだからそれ「軟こ節」ってうのそ<う>ほのは民謡が全部何とか節ですだから最後の世界があって今ねそれでねおばあちゃんの言うこともわかるの全く同じ同じな字なんですよ並びで、ね、最後の世界 <laughs> B 面胸。<laughs> 虚しい歌そして軟こ節が一緒なんですよでおばあちゃんがおばあちゃんとすれば軟こ節をね聞いてみたい「いたはあ何こう節」とかいう感じで出ると思ってたねいねいいね,いい,ねいいよ作った方がいいわいね思ってたのねそれは僕の名前だから、うん、でもその名前を 小室さんも間違えたってのは今初めて。小室さんが南小節とゆたにしたわけじゃない。あなたの名前を南小節呼んだ。だからその間違いを聞いてあなたはこれはまずいということで、次にひらがなでこうせつ。でも基本名はなんと呼んだの？だから南こうせつ。こうせつだったのね。だからそのままひらがなにした。そのね、あのその 曲のタイトルじゃないものを作曲作った人の名前にしたのでちょっと思い出しちゃったバリ島に行った時にある人がそこのうちにあげたカセットがあったわけよあったわけそれ誰の話いやそれ誰の話ちょっとよくか誰か日本から来た人がバリ島に行ってねバリ島に行ってねなんかもらったんだって誰のかしらってみたらあらこの人この人って 指さすわけよ向こうの人が「うん、この人がくれたんです」ってそこに「非売品」って書いてあっただ、うん、<laughs> その人はその人はそのバリ島では非売品さんになってるわけつまりあの<あ>テスト版みたいなやつに非売品って書いてある <laughs> あ書いてる書いてるで非売品っていう字がそこを目指すとこにバーってか書いてあるわけ<か>それでその人は日本から来る人をみんなにさこの非売品さんがくれたし数 <laughs> まあその話は完全に余分な話ですけどさ <laughs> それで結局ひらがなになさって<う>でたちまちのうちにあのかぐや姫になるわけよねそうですよねその設立のいきさつもちょっとあのかぐや姫の一番最初は僕は一人になってその先ほどの南光節から南光節とかぐや姫になるんですけども、はい、その 時は、ね、1年間だけやろうっていうことで約束で3人でやったんですね、うん、その時3人ともすごく個性的なそれぞれシンガーソングライターでしょ、うんうん、そうですねまあ最初「山田パンダ」さんあその一節でその前があるんですかかぐや姫ってうの<ん>その前が「南光節」と「かぐや姫」っていうのが1年あるんですよで南光節と「かぐや姫」が終わって <laughs> あまあみんな大学い, <laughs> いや南光節だったんですその頃南光節と南光あかぐや姫だったのね まあ南こうせんそうだけどそれ1年あってその時に、うん、おときさんは記憶あるかな酔いどれかぐや姫っていうねその時に。 の夜シャーララーっていうねいや,やってもうちょっとやってよ思ってたよ全然それも結構話題にあって学園祭とかでも面白いつそしたらレコード会社はそれをシングル版にしたいとあレコードしたいとあそれはまたいいなと僕はチャンスだなと思ったのねでその時にでもレコード会社 今のあなたの詩はレコードにできないってこれじゃダメだってえで作詞家を紹介しようでその現れた作詞家がアクユー悪友さんだ悪友さんで悪友さんがまだヒット曲なそんなんなかったの <laughs>、うん、で僕のその「シャーララ」に「アウォーイ」っていうのをつけてくれたのでえその曲は悪友作詞でその歌 曲よいどれいああそうなの。うん、それで阿久さんとはすごいこうまあ溶け合って良かったんだけど僕の詩もなんで僕の詩が採用されないのかって、うん、いっくりついたのねでいやこれはあなたの詩では完成されてません阿久悠さんのほうへ言い切、ね、るんだね何なんだろうね言い切るで僕の詩も聞いてくれる、うん、うん。例えばサビのところね「うん、あなたは」 かぐや姫なのかそれともバーバアなのか <laughs> おおそういうだなでこれはねレコードにならないって言われてダメだって言われて。 それが学園サイトで受けてたんですよ、えー、そうういなのにね。うん、ででもそれ絶対いいじゃん。いいと思うんだけどさそれで阿久、まあ、さんが棋士を書いて、まあ、まあまあまあ話題になって売れたんですけれどもでそれをその「かぐや姫」を1年でやめて阿久、うん、さんはその後とんでもないヒットが続くそれまでなかったのん、ね、なかったの。 だから最初の頃出会ってるから阿久さんが死ぬまで会うと向こうは僕のことこう説って僕は先生とか一度も言ってる「阿久さん」って僕すぐ答えてくれてそれで阿久さんあそうそれはあとか「また会う日まで」って書いてあの頃からもう「また会う日は72年です」<年>私と一緒に、うん、あ72年かあ72年レコード大賞だからあれが阿久さんがもう圧倒的な大御所になった<何>そ,その前が揺れるかげ そすごいやそういう、うん、まあちょっと余談ですけど長年がアあーの、うん、それで今のシャーララの影絵姫はみんな大学に戻るっていうことででまあみんな戻ったんですねで,でも僕はやりたかったのねなん,か不なんか不完全燃焼シャーララだけで終わるっていうのはあ戻ったっていうのは一回そのデビューしたけどもう一回戻るという意味の学校に戻るだったんだね、うん そ活動いやいやもうあとさあの南こうせとかぐや姫でシャーララ歌ったかぐや姫の後の2人は学校へ戻るで僕はこの業界、うん、このせっかくフォークとかロックとかがこう芽生えてきたこのここで不完全燃焼だったから、うん、シャーララだけだと、うん、で本当にまあ音喜さんなら分かると思うけどレコード会社の意思とかそういうんじゃなくて。 アーティストの意思がそのまんま音源としてあるいはステージ活動に反映されるそういう本当にそういうグループにしたいと思って拓郎、まあ、さんなんかもあの出てきてましたから岡林さんとかねでそれで岡林さんがいたりいたりしてたからね、うん、でそれで、あのー、山田パンダさんと伊勢正造僕の高校の後輩を集めて。 シングル版が売れるグループじゃなくてアルバムが売れるグループじゃないとやっぱりダメだよねってそれでそうですかでもまああのいやババアだと思いますけどかぐや姫は <laughs> まあだからそのなんでかぐや姫かっていうところも面白いよねあなたは竹中村っていうところで生まれてる、ね、らね。 っえー、やっぱり竹林がいっぱいあったのありましたいっぱいありました、ね、今もあるのっ今もありますそう、えー、いっぱいありますまあそのね今の,あの,その山、まあ、その九州でのお,お,お,お暮らしは後でまたちょっと伺いたいんですけどはい、はい、伺いたいんですけどなん,ちゃなんちゃってちゃって言 <laughs> <laughs> あのいろんなところでこうせつさんとはだからちょっと一世代違うんだよね、うん、ちょっとね私は一つ 一つ、まあ、あの演歌時代に歌手になってフォークでもなくシャンソンから入って<ー>だけど<ー>結果的には独り寝子守唄のこもり歌『知床路城』をギターで弾いてたのでんなんとなくフォークっぽい世界と接点を持ちながら来てやっと一人前になったところで、まあ、事情ある結婚してしまったのでうもうあのそれこそ清水の。 舞台から飛び寄るつもりで結婚していたら、<laughs> たじゃあ戻るつもりは最初なかったわけよ。<laughs> <ー>戻るつもりなかったんだけど、<laughs> っやっぱり子供ができてから、はい、もう復帰したくて、もうものすごく歌いたくて<ー>あなたに会って次のま,まるでこうその川を越した違う世界に来た私が巡り合った人だから。うんうん 全く新しい時代と出会ったっていう感じがしてそれが私の,あの出産後の、ね、再スタートだったとっても幸運な再スタートだったと思いやそうですねあの頃のまの、あ、僕たちがこう歌ってたフォークの人たちのみんなあの自分の意思で。 ラジオを出るのもテレビを出るのも断るのも全部自分の意思でそういう世界を作ろうよっていうことでやってきた頃だったから相当外から見てるともう生意気であのそういう感じがしたと思いますよ勘違いしてるなあ,<の>あいつらって。私たちの頃はすごく例えばちゃんときちんと挨拶するとかさ。ね そういう感じじの芸能界ゃないいそうう意味では全然それを一切取っ払った失礼な人たちだとお前。そのいやそれはねそうだけど私はその結婚する前に一つの流れはもうあるわけ六68年69年でアンダーグラウンドフォークで帰ってきて酔っ払いですから赤い風船の次の日が。 あ次の年がかっ,帰ってきてきそ,、ね、そこにも一つ一山あって、うん、さらにその次の世代が高節さんだったわけでそれで出会って<ー>だけどすぐに私長谷川清とジョイントコンサートが始めるんだけど、うん、高節さんと一緒にあのまあ あなたと3人も一緒にやってるわけだからそこに私が入る余地ないもんねそうそういいよね。グループはね。楽しそうでも全部楽しい話から何から全部芝居を作っていくみたいなそうだそういう色合いが強かったよねこの番組全部作っちゃえるしストーリー全部作ってお芝居もできるしみたいなお芝居じゃないんだけどそうですね そういうふうにしてコンサートを,や、うん、を中心に何年までかぐや姫ありましたかどれぐらいあったのかなでも,でもパンダさんとたちと3年拓郎と一緒に「つまうい」っていうコンサートをやったんですけどね,のねあの時ぐらいまでやりましたからその頃まで75年でしたかうん四5年五年かな6年かなんかは長いからね語っていくとでその間に 今あのこの間武道館であのサマーピクニックの最終回をなさったばっかりですけれども、サマーピクニックの歴史をちょっと、それはかぐや姫の時代からだったのか、いや違うんです。それはもううソロになって、うん、あれ1981年から始めたんですけれども。 まあ野外でそのコンサートをやって楽しいじゃないですか、うん、しかも朝まで若さに任せて、うん、夕方始まって朝までうわーっとみんなと一緒に本当にオールナイトだったそうなんですよオールナイトだったオールナイトだったんよ、はいえー、そのきっかけっていうのは吉田拓郎さんと「かぐや姫で」で、えー、やった1970何年か忘れたけど56年かな、うん、それがすごい楽しくて。 そして今までのコンサートの概念をみんなぶち破って、ね、もうお客も何が起こるか分からない歌う方も何があるか分からないそこでマイクでわーって叫ぶとみんなが帰ってくるでそれが夕方の夕,夕焼けから始まってあの時7万人の人たちがみんなし一緒に今はみんな、ね、そういうことは体験してると思うけど初めての体験で僕もこ,うこれ80年から始まった。 その妻恋という拓郎さんとやったコンサートでものすごいアドレナリンが出てそれのだからちょうど同じようなことが中津川でフォークジャンボリがあったんだねちょうどその前ですね70年ぐらい前だね10年も行ってないですそうそうフォークジャンボリがちょうどこの岡林さんとかそれこそ拓郎さんがバーンと出てきた時その流れを80年代にまだ やっていたた人はあなたしかちょっと本当にそ,れそれをやったきっかけっていうのが「クロ、うんうん、ろさんの妻恋」といった体験がすごいあまりに素晴らしくて朝までみんなと一緒に歌った体験それをいつかやりたいということで81年に「サマーピクニック」って題して 1>、うんうん、第1回目始めたんですでも野外のもう一番もっと元をたどるとやっぱりウッドストークなんですね。 映画でしか見てないんですけども、うん、あの時にアメリカの若者たちが何十万人もニューヨーク郊外のウッドストックに集まって映画の中でね、うん、そして69年ですねウッドストックがねでそしてあの映画を見た時にみんながもう T シャツとジーパンになってそして ベトナム戦争がベちょうど泥沼化してた頃なんですけれどもそれに対してみんなが嫌だっていうことで「ラブピース」っていう、まあ、みんなが叫んで、うん、三日三晩歌い続けたそこにあの一つもその行政が介入せず自分たちの自治運営で あのアメリカで3日間もやったっつっそうよあの平和なコンサートがずっと焼き付いてあれは今でも多分見れるよね見えないかな映画になったからねああ映画になったからねきっと何か今今はそううウッドストック見たことない方は残念ながら絶対見てほしいけど映画になっているので可能性はありますけどね,あ,りますねあの後ねウッッドストクが いあ,しかあのねちょうどいいところであなたはその話をしたのピート・スイガーという人が、はい、ウッドストークの近くに住んで,ん住んでいたのいたのあ、まあ、で私はあの2011年の,あの東日本大震災の、まあ、ありましたであの原発事故があった後に福島,、ね、あの福島の人が、うん、を応援する活動がアメリカから来たんですあったんです交流が。 私はあのそのピット・シーガーにあいにピット・シーガーが中心になってニューヨークでニューヨークからもう本当一番近いもう本当東日本大震災、まあ、福島の第一原発の事故があったとすると、うん、都市あの大都市のすぐ横に原発があるっていうことを、うんうん、アメリカの人はその凍りついたと思うぐらい近いところにある。 そのインディアンポイントっていう原発があるわけ<ー>そのインディアンポイントとウッドストックはすぐ近くああらでそこはニューヨークからあそう、ね、車で23時間だったんじゃなかったの、ね、でそこにピート・シーが住んでてん反原発の運動とそのインディアンポイントを見守る環境問題、はい、その原発できる前から彼はそこに住んでてハドソン川を、うん、きれいにする、うん、あの。 活動してずーっとその環境活動をしているピート・シーガーはそこにいて、うん、あそこのウッドストックの、まあ、どういう関係があったかちょっと分からないけどねであのウッドストックをやったところは今公園になってるあ,ーらーあそこをね大金町の人がねあのまま見しておきたい <laughs> は<ー>ここではウッドストックがあったんだということを今もじゃ語り継ぎたいから買い取ったわけあの土地をへえ ウッドストックミュージアムがある、えーいいね、だから本当に映画を見れるしそこに行けばウッドストックは体験できるんですけど、えー、その近くにピート・シーガーが住んでいて、えー、で私はあの、うん、ちょうどそのピート・シーガーに会いたくてその,その行動力は何なのいやそれでねそれとその福島の人を応援してる人たちがアメリカのにもいるでアメリカのニューヨークに。 福島なんかよりずっと近いところに原発があるみたいなことを聞いて行ったそしたらねピート・シーガーの奥さんが病気中でピート・シーガーは今もうそばからいい一刻も離れないっていうので会えなかったんですんそしたらその時にまあそこまで詳しく知らない初めて知ったのはピート・シーガーの奥さんが日系人え,え日系人ですちょ,ちょっと待って,って頭の中がそうそれで あ奥さんが日系人ピート・シーガーもそうなんじゃない<え>ピート・シーガーの例えばお母さんとかおばあちゃんが日系人な人じゃなかったああの奥さんが日,奥さんが日系人あそうか日系人のリポーターかもしれないつまり両親が日系人あお,父さんかお父さんが日,日系人一世ででアメリカ人と結婚した人の娘が ピートシガの奥さんみたいなことであの亡くなるまでをずっとあのそ,の大それこそあの太平洋戦争が始まった時に二人は一緒になる普通考えると日本ということが敵国になるでしょでその時に結婚したっていうのはつまり結婚しなければ守れなかったっていうか。 ことまあそんなこともちょっとびっくりしたんだけど会えなくてそ翌年奥さん亡くなりその翌年ぐらいにもピート・スイガーも亡くなったんですよ<ー>そなんで何でピート・スイガーに会いたいと思ったかって言ったら「うん、花はどこへ行った?」っていう歌う。あの歌はねあの「ショールホフの静かなドン」という、うん 小説の中のコサックの中だってそうらしいな僕ねそれときさんのなんかにそれおときさんが新聞なんか,なんかのそれを見てそれであその時に初めて知ったのあそうか「静かなるどん」という小説があって。 それをピート・シーガーが読んで、うん、そしてそしてあの曲を作ったんだってのは初めて知ったそ、それでね、うん、れもう少し詳しい説明はねそれを聞きに来たんゃうの結局共産主義者だって言われてしばらく音楽活動ができない時期に世界放浪するんですよねそのの時にピーートシーガーが言ったのは アメリカという国は世界中に故郷がある国だ、うん、世界中から故郷をもらった<ー>だからアメリカ人はここには故郷はないけれど、うん、世界中に故郷があるとだからそのその元をたどってね、うん、どこからこの人たちは来たのか僕たちの故郷は一体どこなのかってたどっていかなくちゃいけないと一回それをその時にピート・スが思い立ってそのアメリカで活動ができなかった時期に 全世界を回るんですよんそのその頃にもちろんあのソ連ですけどソ連も行ったと思いますそれであのこの飛行機の中でその小ロ伯フ,フの,の書き出しのところにある子守のをメモするんですそのメモしたものをまたアメリカで、うん、あのいろいろこう移動している飛行機の中でふっと思い出して。 どっかのカレッジで歌う時に行く飛行機の中であの曲を作る、うん、そうなんそうなんそなんいやそれでその曲を何とかのカレッジで思いつきのままに「うん、その花はどこ行ったの?」「コサックの子守歌」を元にしたものを思いつきで歌ってそれこそ即興ぐらいで歌ってそのまんまになってた、はあ、そしたらキングストン・トリオがレコーディングして発表した だから彼は自分とししてて発表してなかったんだよそれで誰かに言われて「これはピート・シーガーの曲じゃないですか」って言われて「そう,ね、そうだっ」っちゃんと言った方がいいよ」って言って、うん、キングストン・トゥニに「これは僕の歌だったから君たちの歌じゃないよ」って。作詞 キングストントリはオ,オリジナルのふりをしてたんだオリジナル振りは良くないね、うん、それで <laughs> そこでピート・スイガーはでも気にしない人だったらしいんだけどいやこれは僕だっていうことで初めてピート・スイガーの歌として僕らはキングストントリオンの誰かが作ったと思って歌ってた何気に歌ってたけど,、うん、けど後であピート・スイガーさんなんだっていうのが後で分かったねうん、うんうん、でもいいあのギターを覚えたたの頃に We have all the flowers gone, long time passing. We have all the flowers gone, long time ago. We have all the flowers gone, young girl pick them, everyone. When will they ever last? Will they ever long? そうなのね私はあのそう,そ,うその頃は歌ってなくて、うん、でこの花はどこ行ったになんでそんなにこだわるかって言ったら、うん、そのマレーネデトリヒがその後歌うのよ誰知らないこの花はどこ行ったを、うん、キングストントリオの次ぐらいもうずっと70年 あずうんあと、ね、全世界にツアーして、うん、彼女が歌ったバージョンはそ,そ,そういう雰囲気じゃないのよどんなの英語なんだけどね、うん、聞かしていやそれでそのデイトレシが歌った「花はどこ行ったのに?」にすごい私はあの動かされて<ー>ずいぶん経ってからそれこそ,その2018年かな。あの 最近じゃないですかそうですつい最近つい最近歌い始めたの、うん、でそれはロシアロシアと日本音になったの2018年は今やみんな忘れてると思うんだけどで私は自分の中にあるそういう世界をスラブの思いをねコンサートにしようとした時に<う>思いがけない歌が実はスラブはロシアから来てるっていう。 悲しき天使とか<ー>この「花はどこへ行った?」もそうなのよっていうのをうあの言いたくてね、えー、でそしたらその後ウクライナの戦争になってでレコーディングをしたんです「<ー>どこへ行ったの」「呑み咲く花は遠い昔」 そして今も野に咲く花は少女に摘み取られたいつになった人は気づくのでしょうどこへ 「かわいい少女はずっと昔い,いつい昨日のこと」「かわいい少女は若者の胸に愛を求めて」 が続くんですよね。うん「どこへ行ったの?うん」「若者たちは少女が愛した」うん「若者たちは銃を手にして兵士になった」 人置き去りにしその後、うん、兵士はどこへ行ったの墓の土になったよ、うん。兵士の墓はどこへ行ったのそれは野にはぬ坂になったっ。うん そういう循環していく、うん、あのそれをね物語がすごく分かりやすいようにして歌って歌ったお,お徳さん自身が今の作ったわけね、うん、詩をねうんそうかそうかなんとなくあの私は、うん、役を作って歌った歌はいっぱいあるんですけどあの逆に今ちょっとあの ピート・スイガーと同じように、うん、あのジョン・デンバーさんと一緒に公設さんとコンセントした3人でね、うん、世界故障会議っていうのが琵琶湖であってそうそうジョン・デンバーさんがあの時にまあアメリカからゲストでということで日本から僕とときさん2人であの時ジョン・デンバーさんが琵琶湖修高の歌を美しい日本語で歌ってくれたそう思い出した うん、ジョン・デインバーさんと私は同い年いつかしか誕生日が違う <laughs> そうなんですか、うん、<ー>で12月27日彼が12月31日で同い年でその時2人3人で都、うん、集航の歌をあのライブ大きいライブを。 最後がジョンデンバーさん。それで私が間にちょっと、うん、あなたがコゼさん歌って、私が間にちょっと、うん、はい覚えてます。ジョンデンバーとセッションしてで、ね、ジョンさんの歌だった。す,ね、すごいコンサートだった、ね、楽しかった野外コンサートでねうん、うん、よかったな。その後はなんかジョンデンバーさんと一緒に仕事してるでしょ。え何回かあの,あのレコード作ったんじゃない。そうなんですよね。一緒に C D も作って彼のアルバムの中で。 あの歌わしてもらったりえっとフラワー「Flower the Shattered Stone」シャターストーンっていうジョン・ジャイビスっていうシンガーソングライターがナシビルにいるんですけども彼が作った歌でもともとはオリビア・ニュートン・ジョンがシングルで出したみたいなんですけどでもその歌がすごいあのジョン・デンマーも好きで「こう一緒に歌おう」っていうことであの彼のアルバムの中で「Dearl どんな歌うかな?」うなったんで De sees a mother mm -hmm. oh, sees a mother just turning around with her tree in the forest and roots on the ground our father babas to sigh is a wind Penance rainbow without any end. other the river and flee the mountain that's rise, let me touch with my finger, seize with my eye, in a heart of the children, pure love still glow. んんんヘーブン that's right away home the flower t h a s h a t t e r the stone で今度はジョン・デイマーが日本語ですべてを抱く太陽の日を限りない愛の美しさでってこういう歌の。 日本語で,、うん、日本語で,で僕は、まあ、ジョンと一緒に歌ってこんな日本語で,で最後は一緒にハモってこの川の流れ山の色今心の中に溶けてゆく子供たちの心に芽生えているこのすきすなかな愛 星が照らす、こういうね、歌をレコ、えーううにしました、2人であの。分かりますよね、こうせつさんのその柔らかい声と、ジョン・デンバーのこうやっぱり柔らかい声でね、あ,あの人はね、実はマ,イマクロビオティストだったんですあの、まあ、玄米生殖っていうんですか。 それであの一緒にコンサートした時はそのことはまだ知らなかったんだけどその後日本に来られて日本のクシさんというあのマクロビオティストの弟子みたいな立場で日本に一緒に来られたことがあって<ー>私の夫がそれをこう日本でイベントを作ったりして<ー>それであのジョン・デーブン朝とそう親しく。 お食事したりしたことがああそうですかそれでその直後にねショックですけど53歳でしたまだ飛行機事故でそうでしたそうでしたそうなんですよねびっくりしましたよね私の夫が58だったですけどたい同い年私たち同い年だからその5年前だったんだなっていうねすごいショックだったそうでしたよねびっくり びっくりしましま鴨ね。鴨ヶ自然王国っていうのにもう紘哲さん来てくださってそうおときさんのところにお伺いしましてあの時ちょっとやっぱりすごいなと思ったそのこうあこれは何とかの木だね」とか言って「<laughs> <の>あこれは何とかの木だね」って「木の名前を全部知ってるんだよね」っ私「ああそうですか」って「木の名前までは全然知らないんだけど」って,ってああの時にだから。うん ほら僕の大好きな歌で「あのレモンの木」のことを歌った歌があるじゃん、うん、あの歌がもうおきさんの中でナンバーワンぐらい好きなんですよ、うん、あの歌がね、はい、で行った時に「あれ,あ,れあの木よ」ってああの木あ「レモンの木を、ね」を指さしてねだから, <laughs>、うん、だからいやそうそう僕に教えてくれたのその「あの歌が好きだよ好きだ」って言ったら「あの木」 あれがレモンリーあの,あの木なんです歌になったのはってねいうのを教えてくれたのを覚えてますね今日もね「あのレモン」という歌は浩雪さんに来ていただくので、うん、あの最後に歌おうかなロッシャー!」<laughs> いるんだけど来てよかったまあその <laughs> あれはいいよな今日今年が夫23回忌、うん、22年経ちました、はあ うん、だからあ,のあなたがその畑も全部ちゃんとやってるんだねって言ってあの褒めてくれたの<う>でも私がやってるわけじゃなくてあの次女の八重がね,重ねあの農業を続けてくれてこの、ね、川に入ってくれた,た、ね、あの農業をやってくれてるヒロっていう私の、まあ、義理の息子と一緒にあそこを作ってくれてるんだけど今もう本当に。あの 続いてあそこはなかなか面白いところになってるんですけどね。あ,うん、あの時畑にいっぱいできてたナスとかね、うん、覚えてるよ。あの頃ね、うん、ものすごく元気だったね畑が。まあこのね去年一昨年くらいからこの気候は大変。はい、あの小沢さんは九州で、うん、はいお畑はしてないの？してる。してるでしょ。うん、うち僕はこうやってコンサートの旅が多いから管理をちゃんとまあ妻がやって,いて。 そしてもうほとんど妻がこう管理して、えー、種を植えたりするのもやってくれて、まあ、僕は草刈りしたりとか、うん、本当においしいとこだけ食べるだけなんだけどでも2人で一緒にやってきました、うん、私がね昴生さん留守中に1回行ったのはそれは今のところじゃないんだよねああ今きいやいやあそこそこそこうん。 あの,あの時と違ってもう全部土台から変えてあの時でもかわいい家だったあの真ん中に釣り鐘洞みたいのがなかった家の真ん中にこうなんか塔みたいのがあっ,、うん、あったあったあった釣り鐘洞みたいのがあった、うん、ありましたねいや面白いこと考える人ですよ、ね、<ー>そうですあ,あ同じ場所なんだそう同じであれを全部ぶっ壊して 2LDK にしたの小さくしたってこと そういういことちょうどそれに60でやろうとしてたんだけどな、こタイミング合わずに、うん、まあいつかいつかと思いつつ70こ今やらないともういつやるっていうことでうんいろんなたいつでゆっくりりするつもりがあるのね溜まってきたゴミを全部整理して、うん、もういろんなもう本当に最小限いるものだけをとどめてあのお家にしましまたね私もねあの夫が他界して。 鴨自然王国を,くくを、まあ、娘がそこにちょうどちょうどというか結婚してくれたので私はあんまりやらなくてよくなったんだけど、うん、受け継いだばっかりの時は一大決心で <laughs> もうここに骨を詰めるんだみたいな気持ちでねあ<ー>であの老後,、うん、老,後老,老後計画に入ったわけよ <laughs> やっぱり気持ち的には <laughs> 僕もそうであの焼き物の小屋を作ったのそれであの。 いや窯を作ってすごいでもう私は老後ここで暮らすわって言っていたら、うん、あの私の娘があの結婚してくれてあのママいなくていいってそれで思って私はあの老後どころじゃなくて、うん、歌いたい方が忙しいからああホッとしたみたいな感じでおときさんはやっぱり私には老後はないのよなんちゃってで歌歌老後はないし歌歌が 不思議だよねトキさんの響くよね声これんだろうな棒も潮も不思議だから「うわ!」ーっていう声じゃなくって語るようにねそれが響くんだよそれが響く人と響かない人あるんだけど綺麗に響いてるあれ何なんだろうねと思ってるわけもうこんな感じで歌わなくても あれはあのいつ学んだんですかいや分かんないけどいやそんな話になっちゃうとあれだけどあの、うん、50くらいからね、うん、あの私はね本当にすごいあの音楽っていう基礎がないのよあの要するに演劇から入ったわけあ<ー>声があるとすれば私は演劇の時にでその前はね高校の時にあのアナウンサー 放送局のアナウンサーだあの<ん>高校放送高,高等学校で <laughs> あの放送局とやれそうに呼んでたんだけど <laughs> そこであの後輩に吉永小百合さんがいたんで,す、えー、でそれで NHK のアナウンサーになった人も先輩にいたりして割と本格的なアナウンサーとしての訓練、えー、それが一番勝負なの <laughs> その後大学に行って演劇の、うんまあ、発声練習をしてノーマイクでその。 どんなに広い会場でも声が響かなくちゃいけないよなっていうのを訓練したのは訓練した、えー、でそれで例えばセリフに「誰にも聞こえないように小さくつまずく」「小さい声でささやく」っていうセリフがあるんですよ、うん、小さい声でささやくっていう小さい声でささやくっていうこのとがきのセリフをその生のノーマイクで。うんうん 劇場の隅まで聞こえななきゃいけないけそれが演劇の声だって言われたんですよまあできないけど頑張りましょうっていうことで小さい声でささやく声も劇場の隅までつささやくつ <laughs> って言われてそれがすぐで実現そこで身についたというわけではないんだけど普通にそれで歌ってきてでやっぱり50になった時にあのなんていうかこう転機が来ましたね そこからボイストレーニングを始めたんです<ー>そしたら今まで自分の声はどういうふうに出てきているのかということをもう一回、はい、あの作り直したので今はだい自分声というものは少し分かってきたかななんかね不思議不思議なんだよね、うん、僕からするとでますますなんていうか声がね気持ちよくピッとこう届いてるのってで で大体まあ本当に失礼な言い方ですけど75過ぎると音程も不確かなんですよ、まあ、しょうがない全体が筋肉が衰えるし耳も衰えるしでもねきちっと出てるよねテレ,ビテレビ番組であこういう言い方を先輩に本当に失礼ですけど綺麗に響いてるだから僕も年取ったらどういう歌おうかなってあのあのささやく、うん、こうきちんと あなたはもう忘れたかしら赤いテルクイマフラーにしてんだけど七8時ぐらいになったらいい歌ってもらっていいなの <laughs> 今うわかったあの頃何も怖くなかったただ あなたの優しさが怖かったあなたはもう捨てたのかしら二重ゅういろのクレパス買ってあなたが書いた 私の似顔絵うまく描いてねって言ったのにいつもちっとも似てないの窓の下には神田川三畳一間の小さな下宿あなたは私の指先見つめ 話書いて来たのよ若かったあの頃何も怖くなかったただあなたの優しさが っていうか。死みました。活性の話からこの歌になったけど、その年取ったらあの歌うぞじゃなくて、うん、そのそうやそうやったら歌えるかなとこう八十過ぎて、うん、あなたはもう忘れたかしら赤いテークイマフラーにして。ほんでもっと年したら。 二人で行った横丁の風呂屋一緒に「でおねって言ったのに」とかいう感じ <laughs> いいねそういう歌手になりたいのんそういう歌手になりたいの歌手そういう歌い手になりたいのなりたいのね、うん、だから8090、うん、かリアもしリア,ルリアルで風呂屋に行ってる兄さんが見えましたよいよかった <laughs> それになりたいのね。最後はね<で>それでいいよ、うん。それでいいよって。うん、でそれでいいよと言いながらもそこには例えば、えー、知れとこれをじゃ森茂久さんの歌い方あれはね素晴らしいです。<laughs> 知れじゃんね知れとこの岬に雨なすの紅作五郎っていうあの人をねあの <laughs> 「しれとこのあそかみさきに」って全部切ったわけよそれでそれをそれはねあのら楽ですけど難しいよねだからそれは私は年取ってもできないと思うな,なんかしみじみするよね 森重さんのしみじみであれでいいんだよねうんあれはでも同じだってきちっとときさんは同じだね僕とって言ってくれた人だから何か同じなんでしょう、うん、きっとねそれはあるし当たってるだから、あのー、今お、まあ、いくつか知らないけど僕より上だからそのなんか80あるいは90の時の90歳のおときさんあるいは100歳のおときさんがギターを持ってね 僕はこう見える。関知令ここの見さ気に。それそれそれ。でもそれよりね今のね僕あの菅田川あのすごくよくてあの志がねまたあの北条さんの話をちょっとだけしてくれる北条さん私もすごい。 あの親しかったのあであの、うん、浅川真希をやはり<ー>北条さんが育ててそれで浅川真希と私を一緒の番組とか作ってくれた人なんですけどね、はあ、だからあなたがこの詩ができた時北条さんから電話で電話で打ち合わせをしてもうすぐその場で曲ができたって言ってたね。うもう締切り日ギリギリであ出なかった もう来なかったらうちのメンバーの中で勢正像も山田パンダも仕掛けるから中で作っアルバムのレコーディングの最後そう LP のねあと1曲足りなかったのね一、うん、曲足りなかったでリーダーとしてはもう来なかった今日夕方来なかったらいいやと思ったら電話が鳴ってあの,頃の黒電話取ったできたって言って行って」でなんかあのこういう紙の裏側が白いから広告のでそこに「 すぐ鉛筆で、はいっって行って,って,言って「あなたはもう忘れたかしら?」はい次赤い手ぬぐいマフラーにして,て」変な歌だなと思いながらそしてこう書いていくうちにね変なんだよね「若かったあの頃何も怖く」 なかったって歌ってもうメロディーになってたんですねああかるその感じあ、うん、あいうトランスいや何状態っていうかわかんない初めてですね、うん、なんか最後亡くなる前に病院にお見舞いに行ったんですって <laughs> そう行きましたねそうそういや私もず,ずっと最後はしてなかったですけどねそ いやそんなふうによくあアルバムの最後ってそういうこと起こることあるよね多い、うん、ああそうなんだそれでね北条さんいやでも、うん、長い間、まあ、だから私も60周年だけど、うん、この間そのサマーピクニックは、うん、一応武道館でピリオドされたけど歌い方は変わるかもしれないけど歌い続けるわけですよねそうなんです私もそういうことでそう,そう どか変わるかもしれないけどそれそれやっぱりみんなさ、うん、20代の時のぴーんとしたも誰でもあの輝きそれから30代の時にいろんな業界のこと家族のはざ狭間に挟まれて、うん、ああでもないこうでもない、うん、僕の体験でいうとだんだんお客さんは減ってくるもう見る間に今まで2000入った会場が1000になってくる。 今度こそいいっぱ「よし次」と言って「いやもうコンサートできないですと」とそういう体験をバーッとしてきて上がったり下がったり上がったり下がったりしてきてなんかそういう体験があってそしてそれぞれの。 世代の時の声っていうの時声があるんですよね40代の声、うん、60になった時の声でそ,のそ,のとその時の運命を抱えた声でもうしっかり歌っていく負けたくないとかそういうなんか、うん、見えを張った時期とか、うん、勘違いした時期も交えてなんか、うん、し歌ってきてそして,こうそしてまた今の声でいいのかなってそれぞれの声でいいのかな 本当にあのコロナになってコンサートもなかなか難しくなった時にその人を集めてねあの歌,歌えないんだったらその公園とかあちこち歌いに行ったりして、うん、へさすがあの旅芸人ですよいいな、うん放浪「放浪の旅、うん、旅人」みたいな「旅芸人」みたいな「旅芸人」っていうとなんかにぎにぎしいけどそういう歌い手に。 なるのもいいいなってう歌っってていいたなうのはあるんです、うん、あのい,いいですか一言。言、うん、ずっとこうな流れで30代40代五0代と歌ってくる中でずっと自分が気にしてたのって世間の評価でそれにかなうように自分の実績を作りコンサートを作り、うん、あるいは CD を作り全てはどこにあったかって <laughs>、うん、世間の評価。である時にふっと とそんんななことのために歌うんじゃないよねって今自分の声がコンサートでどこまで届くだろうかお客お客にオーディエンスにそしてこの大切な2時間のコンサート100人だろうが1,000人だろうが1万人だろうがこの大切なこの一瞬の時間どこまでお客さんと一緒に感情を一緒に共有できるだろうかっていうそこに 変わったんです。うん、僕はあのね、あのだから今は何枚売り切るとか何人集めた関係ないんです。あの歌えることが嬉しい。こういろんなことが起こってね、音楽もその、うん、あの言語が違ったり、あの、うん、あの禁止されたりね、うん、戦争していると歌えない歌が出てきたり。うんはい、でもそういう時にあのまあ、国その国から追われてどっか行かなきゃいけなくなったり。 そうした時にはあのやっぱり原点は小森だと思うんですよね<ー>、うん、自分が今日眠りたいから明日起きる元気があるように生きたいから歌ってるんだなっていうそれがやっぱり私の原点だったような気がしますので最後に「レモン」を。おた レモンの木が少し大きくなって春の風に誘われて白い花を咲かせたいつの間に時が過ぎていくつ春を数えたのか 思い出だけがいつまでも木漏れ日に揺れている忘れないあの夏の日二人で歩いた森の中どこまでも 地図にない小道を空に響く鳥たちの声騒ぎ立てる小さな命山から吹く風に乗って届いてくる夏のざわめき何人 変わらない何もかもあの日のままただひとつあなたがいないそれだけが 夢のようんそうか。何一つ変わらない、一つだけ。 あななたがいないことまた一緒に畑を <laughs> あ,のあなたの畑にも遊びに行きたいしでいつまでも歌ってましょうそうですねときさんを見習っていつまでも歌まございます <laughs> ゲストは南こうせつさんでしたどうもありがとうございました